本当に真面目に全体をつなげながら、これ問題あるな、あれ問題あるなって思う人は、辛い議員生活をすることになります。この間、私、福島に行ってまいりましたけれども、福島の、女性の議員の、村議会議員の方が、議員になって、1期目で5回の、懲罰を受けた。もう、真面目にやろうとするのがいじめてるから、うるさいよって感じで。みんな仲良く手を握って、楽して、ね、波風立てないで給料もらっていけばいいのに余計なことをしようって感じです。私も議員の時に申し訳受けました。議員は一緒に旅行に行かなかったってやつ。北海道に夏場の研修所があったんです。私は議員としては、窓口検査所で下げしようとか議案出したりするんですが、完全にもう何でも無視。そういう状態の中で一緒に研修所に行って、皆さんの管理管理することはできないでしょって。行かないからですって。やったら申し訳です。反省しろってあるんです。本当に、この程度ですよ。国は一緒ですよ。完全に国会議員たちが何やってるんだって、民主党の中 で民主党は多数だから、あの中で、多数、そう同じ党の中でも多数派出したの、それはだけの話ですよ。実際国政をどうするかなっていうのは、多数になった側が官僚の言い方になってるだけなんです。全体の仕組みが本当にガタガタというかデタラメです。これを私がその、以前私もその議員になる、なる頃は分からなかったです。市長になっても、どうしてこう職員たちが市民の方向かないんだ。議員たちはいつも職員と手をつなごうとするのか。分からなかったですね。それが分かってきたのは、実は最近になってからなんです。この国の仕組みが分かってきました。国がこの国ばかりじゃなくて、世界、人間たちがどういうふうにして社会を作っているかという根本がだんだん見えてまいりました。それを今日もお話しできることを大変嬉しく思っています。世界中が実は同じようなものなんです。どんなふうになってくるかと言いますと、人間たちが国を作るとか統治するとかいう時に何をするかというと、争いをするわけですね。仲間を作って、そして、隣の村と戦ったり何なりして、人殺しやら騙しの上手な人たちが支配をしているわけでしょ。支配者というんだな、国を取る人間たちというのは一番、今の世間の常識から言えば、特に悪さを極めた人たちなんですよね。そのことによって支配をするわけです。日本のことを直接言えば、その気持ちが痛むかもしれない。例えばイギリスは人口から言ったら、今でさえ日本の約半分、6000万人くらいです。小さな国です。あのイギリスが世界の覇者になった。どういうことによってかっつったら、海賊ですよ、ね。行った先行った先で強盗行為を今殺しにして支配する。インドなんか行った時には、インド、パキスタンで分割してしまった民族だけ。そして、イギリス政府に対して忠誠を誓う連中の方を持ち上げてくる、応援する。国民同士を争わせるわけです。分割して、統治。それが世界中でやることによって支配をしている。そして、例えば、アメリカに白人たち行きます。そしてそこに住んでいる人たちを皆殺しにして
作ったのがアメリカです。どうです、存在したものが。なのに日本は新大陸発展というのを教科書に入れてますよね。なんで人がいなかったかのように何百万人も殺しまくってやった国なんですよ。そして人間の国とかはまあ言われてますけど、フィールドです、あれは。もう国とかいう代物じゃなくて、契約があってこそ成り立つような感じ。そしてまあ今度は国内に戻すと、国でも日本でも同じような戦国時代があって、ね、一番上手な人がプロが支配する。支配した人たちが何をまずやるか、やっぱり国内でも自分の傭兵を養う、やってるわけです。その国民の中から自分たちを守るために、国民から国民全体から自分たちの組織を守るために雇う、それが傭兵、あるいは公務員、公務員は国家の兵隊です。言葉で言えば皆さんの学校では皆さんのためになんていうふうに思い込んでいるのかもしれませんけども、憲法の15条だから公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと書いてある。その全体とは何か、国家のことなんです。一部とは何か、国民のことなんです。この国の法律は誰が作るか、政治家は、まあ建前の政治家ですけど、公務員、官僚が作るんだ。政治家は4年に1回選挙があって民主党です。民主党、政治家が変わっても変わらないもの、それはこの国の官僚たち、官僚組織です。官僚組織が法律を作ります、規則を作ります、予算は官僚権限で流れてきます。公務員はその規則、法律、裁量に従わなければならない。何のためか、官僚組織を維持するためです。そういうことなんです。そして公務員たちは誰が支えているか、皆さんは直接公務員給料を払うわけじゃないでしょ。決められた、まあ、所得税、固定資産税、住民税なんかをこれ強制的に取られるわけですね。国が、まあ、官僚や官僚公務員たちが決めた規則に従って、そして一旦上がったものを上から受け取るのが公務員の立場でしょ。誰に従うか、取られてしまう皆さんに従っても上から受け取るのです。関係ないです。それを決まりに従って強制的に取る、出さなければ差し押さえする。上が官僚組織が上です。その兵隊として動くからこそ公務員は立場、給料が保障される。命令ですから、それに従わなければ違法だと、違法だと、不正だと、あるいは証拠の兵だと、居場所はそこなんです。誰に雇われているかといったら官僚組織に雇われている。その公務員に向かって住民のためにするっていうのはどうも意識から言ったら筋が違うわけですよね。ちょっと言い方を変えれば、例えばパチンコ屋、あれでしょ、パチンコ屋の店員に向かって客のために仕事しろって言うことと一緒なんです。皆さんはお客さんです。パチンコ屋に行けば払う、
돈을 나가면 또 화약이 된다고. 회사의 사장, 사장이 아니라, 부서 아사리가, 관료. 파생자는 야동하는 사장이가 세지다. 말도 안 되는 거지. 관료가, 야동하는 사장이 흔드는 것도 아닌 것 같아요. 농세 이나하는 것 같아. 야동하는 사장이 야만하는 느낌이라, お客さんに向かって今の社長が悪いもんだからまずいかないのって宣伝しますよね。マスコミ使ったりして、この国の本質的な本当の権力者は官僚組織です。公務員はその兵隊です。そこをこの機会にしっかり分かっていただく。それを変える方法は、やっぱり、その上の国会議員を変えるし、自分たちの方に向けるしかないわけです。それがまた難しい。国会議員たちは法律を知りません。ほとんど作らないんです。官僚組織はもう、どれだけすごい力を持っているかと言いますと、法律を作る力、そして裁判をする力、そして金を配る力、政治家を逮捕する力、逮捕、これを何でもできます。日本中央行政の全てのところを官僚組織が手をつなぎ合ってやってるんですね。三権分立なんか全くどうでもないです。三権分立、それが本当にそうだ。例えば、一番身近なところで、警察の話で出ますけども、警察というのはあれは首脳じゃなくて行政なんですよ。警察と検察は行政です。霞が関に行くと、その総務省、昔の自治省と警察庁が同じ建物にあります。一つの建物のこっち入り口のこっちの看板には総務省、こっちの柱には警察庁と書いてある。中身は一緒なんです。だから役所にとって都合が悪いものは警察が一緒に行くわけですね。警察というのはものすごい力を持っております。警察が逮捕できないのは天皇陛下だけだと警官がいっぱいにします。こんなことでもできます。そして皆さん携帯電話お持ちでしょ。携帯電話、日常的に日常に見ることができます。メールでも会話でも、全部、このことも、いわば、計算できるんです。違法なんだけど、日常的にやってます。そして、携帯電話の電波の強さによって、その携帯、本人がどこにいたも、すぐ分かります。以前、お相撲さんが、なんだっけ、八百長やった、そのメールを取り上げたんですね。携帯を潰したけども誰さんなのにメール取ってる。それから殺人事件があって外人殺した男が沖縄の方に逃げてたのかな。そういう時もなかなか見つからなかった。あれは本人が携帯を持ってなかったからなんです。それからお塩の中という人が検問に引っかかって偶然かかって逮捕されましたね。あれ偶然じゃないんです。会話の内容も追う場所も全部分かっとって偶然の検問が起こるわけです。何でもできるんです。政治家に対してもできます。裁判官に対してもできます。もう本当にやりたい方なんです。明るい市で
あの、それからこそ、その少しでお迎えいたします。